どうも皆さんこんばんは、 NM です。今回は先日大幅な強化が発表されました笛口ひなみお出かけ前の変装について、紹介していこうかなと思います。こちら誕生日限定のひなみになります。修正前と修正後を比べながら見ていきましょう。まず修正前の覚醒前スキル、3ターンの間味方前衛の攻撃力を 1.75 倍にし、通常攻撃に武器耐久値ダメージプラス1を付与する。そして修正後は3ターンの間味方前衛の攻撃力を 2.25 倍にし、通常攻撃に武器耐久値ダメージプラス1を付与する。覚醒する時のスキルの変更はありませんね。3ターンの間自分の攻撃力 1.25 倍にスキルゲージ量増加量2倍ですね。そして修正前の覚醒後スキル、行ってきますレベル5、3ターンの間味方前衛の防御力を 1.75 倍にする。味方前衛の体力を 30% 回復し、全ての状態上直す。そして修正後は3ターンの間味方前衛の防御力を2倍にする。そして味方前衛の体力を 50% 回復し、全ての状態上直す。ステータスにも変更が入っています。体力が8600から1600に、防御力が330から730に、固有アビリティのアタックポイントアップが、プラス3からプラス6になります。誰がこの強化を予想できたでしょうか。かなりぶっ壊れになってしまいました。正直現状サポートキャラの中ではトップですね。2周年で登場した有馬金木より倍率自体は若干低いですが、それでも十分すぎるバフです。まあむしろね、あいつらがちょっとおかしいんですよね。そして目玉は、50% の速攻回復スキルですね。これかなり便利です。2周年有馬金木は正直言うと少し使いにくい面もあるんですよね。覚醒前の有馬さんは、高倍率ブレイクバーストに味方攻撃バフを持ってるんですけど、自分でね削ろうとして覚醒しちゃうと、まあ、味方へのバフ効果がスキルの中から消えて自分だけのバフになっちゃうんですよね。で金木さんの方は、まあ、覚醒前は自分に3倍の気違いバフかけれるんですけど、覚醒してさっさと敵にねデバフかけたいよねっていう効果じゃないですか。しかも二人ともね、一回覚醒するともう元には戻せません。対してこのひなみは3ターン覚醒なので、バフが、防御バフがですね、覚醒前にかけた防御、攻撃バフがですね、切れる頃に、またね、覚醒後の3ターンの覚醒が切れてくれますから、まあ、ちゃんとね、立ち回れば問題はないですよね。もしね、2周年で金木有馬を取り逃した方やですね、最近始めた新参の方々はですね、このひなみを入手することを僕はお勧めします。僕もね持ってないんですよね、このひなみ。引いてたんですけどね、昔リニューアル前ですかね、動画にもしていましたね。そういえば一時期ね、コインかチケットかちょっと忘れたんですけど、ある程度このガシャを引くとね、おまけで限定キャラをタダでね一体、しかも選び放題っていう、ただで自分が欲しい限定キャラを選べて交換できるっていうなんか、ね、制度がね、年末ぐらいになんか一回あったんだよ、多分。1年半ぐらい前に。あれなぁ、もう一回やってくれないかなとか思ったりするんですけど、まあね、今回はちょっとこのあたりで終わりにしようかなと思います。ではまた、次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。